アンドリュー・フィッシャーは、ジャマイカ出身の陸上競技選手。専門は短距離走100メートルで9秒94の自己ベストを持つ。2015年に、バーレーンの市民権を取得。ジャマイカ人時代には、シニアの国際大会で、金メダル獲得などの実績を持つ。チャンプスの男子100メートルで2位に入った。7月に、 中央アメリカカリブ選手権の男子100メートルと400メートルリレーに出場。100メートルは予選を10秒07の自己ベストで通過すると、決勝では10秒14とタイムを落としたものの、アンドリュー・ハインズとラモンに点数を抑えて優勝し、自身初となる主要国際大会のタイトルを獲得した。400メートルリレー決勝ではジャマイカチームの2層を務め、 38秒86をマークしての銀メダル獲得に貢献した。5月25日の世界事例男子400メートル予選で世界大会初出場を果たすと、ジャマイカチームのアンカーを務め、37秒71の大会記録樹立と決勝進出に貢献した。 7月11日のワールドチャレンジミーティングスマドリード大会男子100メートル決勝でジャマイカ歴第10位の記録となる9秒94をマーク。それまでの自己ベストを0秒07更新し、10秒の壁を破ったジャマイカ史上14人目の選手となったが、それから約10日後に国籍をバーレーンに移すことが明らかになった。フィッシャーは6月のジャマイカ選手権。 男子100メートルで5位に入っていたため、8月の北京世界選手権男子400メートルリレーのジャマイカ代表候補だったが、国籍変更によって対象外となった。8月19日にバーレーンの市民権を取得した。バーレーン代表として競技することが可能になったのは8月9日で、リオデジャネイロオリンピック男子100メートル予選が行われる4日前だった。 シニアの世界大会個人種目初出場となった13日の予選は10秒12の組2着で通過するも、翌日の準決勝はフライングを犯し失格に終わった。ありがとうございます。